1998年の中日ドラゴンズでは、1998年の中日ドラゴンズにおける動向をまとめる。この年の中日ドラゴンズは、2回目の星の戦日、監督体制の3年目のシーズンである。名古屋ドーム元年の1997年を再開で終え、就任3年目に向けて、巻き返しを図る星野監督は前年まで4番の、 大宝安明と二番手保守の矢野テルを半死にへ放出して、強権と俊足などを買って、関川光一と、久じ照ルを獲得。また、先導列の成功にあやかって、韓国の一郎と呼ばれた、李承藩を、さらに開幕後には、サムソンリーを獲得するなど、積極的な補強を行った。投手陣では、山本正、野口主劇、角倉健の先発陣などに加えて、 この年、ドラフト1位で、入団の川上健進が、ローテーションに入り、守備力、機動力重視の野球を開幕から展開したが、一番打者の、李は6月23日の阪神戦で、川尻哲郎から右肘に支球を受けて、戦線離脱し、立浪和義や阪神から遺跡のくじが穴を埋めた。打撃陣は、 主砲のレオホメスと一塁一種に転向した山崎武氏がまずまずの成績を上げ、この年からレギュラーに定着した井上和樹や外野手に転向した関川も安定した成績を残した。投手陣ではルーキーの川上をはじめ山本、野口なども例年通りの活躍を見せ、リリーフでは落合英治が中継ぎの柱となり、先発から落合などの中継ぎ、 抑えの線につなぐ必勝リレーを確立しチーム防御率はリーグ1位の3.14を記録し基本類打もリーグ最小の84本に抑えた。チームはシーズン終盤まで首位に立っていた横浜をぴったりマークしたものの9月以降は首位横浜との直接対決で14勝14敗と5分の成績で終わった。特に 横浜の優勝決定直前には直接対決で7、連敗を喫し、10年ぶりの優勝はならなかった。それでも、この年新人王の川上や、チームトップの18盗塁を挙げた、リなどの活躍で2位に浮上し、翌1999年の優勝につながった。ありがとうございます。